哀れな男だ。今度こそ永久に休むがいい。貴様、夜叉か。何のためによみがえったアースラ。注ぎたいか。どこにも届かぬ。届くはずはない。この世界は救われるのだ。お前にできることなどない。ミスラ様は巫女として世界救済のためにその身を捧げているのだ。むしろ誇りに思うがいい。今何と言った？苦しむミスラを誇りに思うだと。ああ、何度でも言おう。お前の娘ミスラ様は世界を救うために大義に準じておられる。神様だ。凄まじい怒りだな。だが、それすらも大義の前では意味のない。よみがえる。そこで我らの救済を見届けるがいい。you
がついたかい？さて、君はこれからどうする？君もまた彼らと同じ神だ。彼らの行いを認めるのならば、その魂を差し出し、世界の一部に帰っていくべきかもしれないよ。まだ進むんだね。それでこそアスラさ。君の魂は決してゴーマのものにも、デウスたちのものにもならない。僕が探し求めていた素晴らしい強さを秘めている。デウスは世界を救っているつもりさ。でもそのためには君の娘ミスラが手放せない。ミスラ、そうとも。さあ、もっと思い出すんだ。君が前に進む力の源を。やるな。我を忘れるほど戦いに没頭するとは、だいぶ成長したな、アスラ。守るものが増えたというのに、このアレヨは何だ？それとも、それゆえか？守るものだと？気に入らん。戦いは戦いのためになされるべきだ。あなたならそうだろうがな。この地域のゴーマは全て討伐した。戻るぞ。
お父様が無事にお戻りですよ、ミスラ。お帰りなさいませ、あなた。ああ、あれが守るべきものか。あなたには理解できないかもしれないが、ドゥルガ。お兄様、逃げることはなかろうに。ミスラが泣くとどうしていいかわからなくなるようで。あやしてやればよいではないか。あの人が？どけ。悪くない、アスラ。抑えられない憤怒が気候を翻弄している。それでこそだ。我と組む気はないか、アスラ。何時と我らならより効率的にゴーマを駆逐できるが。しつこいぞ。アスラよ、ミスラは巫女となるべき大事な器。気をつけて育てることじゃ、不器用なりにな。本当に不器用だ。でも僕は嫌いじゃないよ。それに君の魂の炎の拠り所が分かったし、つまりアス、君は。やめろ。え？なんだって？泣くな。やめろ。泣く？何のことだい？君は何を？八神将のあなたもこの子にはかなわないのですね。よくわからん。私は思うのです、あなたはこの子にただ幸せな。一体君は何に怒っているんだい？その怒りの原点は一体？シャラアトゥラマーナ、シャラアトゥラマーナ。
アトラマー。